こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もパワープロアプリやっていこうと思います。はい、無料10連がまだ残っているので、まあ、それを引くのと、あとですね、昨日も引いたんですけれども、 SR のガチャチケ、SR の契約書も含めて 10%、20% の確率も引いていこうと思います。はい、今のやってるこのイベント、結構アゲアゲ強化試合かなり美味しいですね。いっぱいもらえたので、もうこれの報酬を引いていこうかなと思います。あ、これ受け取ってないや。はい、ということで、まずは、ガチャからですね。毎日無料、あと2日分しかない、くー、じゃあね、引いていきましょう。なんかこれから PSR 出ましたみたいなコメントもありましたけど、これ確率書いてないけど、また多分 0.5% とかですよね。虹ない、これは全然演出ないぞ。どうかな。はい、これはって感じですね。あ、持ってないキャラ、あ、見たことあるぞ。この子かわいいな。あ、サガラちゃん、そうだ、思い出した、サガラちゃん知ってます。この子なんかツンデレみたいな感じじゃなかったっけ。いやー、いいですね、いいですね。 R カーでも、はい、サガラちゃんって呼び方合ってるよね。この子はシンガーなんですか。あ、キバさん、キバちゃんの、なんかキバちゃん、キバさんになんか関係ある、なんか書いてないですね。はい、でも髪の色一緒だから、なんか兄弟とかなのかな。学年一つ下。はい、聖火ちゃん、わかんない、もう読み方が本当にわかんない。あ、この人も見たことある、わかんない、タケさん。あ、 PR ですね。はい、うん、なんかね、やっぱりね、女の子の方がね、印象に残りやすいですね。おひじりちゃん来てた。あー、この人見たことある、これ、あー、見たことある。あ、なんかバッ、え、これバットですか。バット取れちゃったの、折れたっていうか、取れたって感じですね。すごいですね。はい、これ、いやー、もう読み方わかんない。あー、読み方わかんない。ゆきださん、大田さんじゃないの。なんかどんどん来ますね。何そのボール。あ、変化球練習するボールだ。握りが書いてあるボールじゃないんですかね。この指をここに置いてとか書いてあるボールじゃないのかな。須藤、PR ですね。速球に人一倍こだわる。あー、やばい、今回ほんとわかんない。あ、もう読めない。あー、もう読めない、ダメだ、もう勉強しよう。テル、輝く、帯電体質のピッチャー、あー、いるよね、静電気体質の人は。いる、悪の組織の怪人と、やばいですね。いやー、ほんと今ね、静電気の季節だからね、本当に敵に回されちゃいますよね、こういう人はね。うん、じゃあ次、チケットガチャですね、やっていきましょう。はい、ではね、チケットガチャ引いていきたいと思います。どう引こうかな。 SR ガチャ券は1枚だけ引こうかなと思います。で、この 10% は2枚とも引いちゃおうかな。 20% はも引きます。なので10、これさ、まとめて引けないのかな。 10%、10%、20%、SR みたいな感じで、これって枚数選べますね。じゃあ2枚でまとめて引いちゃいましょう。いきます。まず SR10% ガチャ券から、結構こまごまとやっていく感じになりますね。これは10%ですからね。打つときに背景がここで、赤くなると SR 確定なんですね。まあ、10%2 枚じゃ厳しいよね。お、まだやっぱ全然引いてない人多いですね。小田切さんと、知らない、何このお金、傭兵、金倉傭兵、メダカの養殖ってもう分かるのか。どうなんだろう、分かんない。メダカどうなんですかね、単価がそんな高くないから厳しいんじゃないかな。はい、ということで次、SR20% ガチャ券、これは1枚だけなんですけれども、引いていこうと思います。ガチャル、 20% って、ま、体感的に分かんないんですよね。 30% は常日頃からやっているからなんとなく分かるけれども、 20% ってでもやっぱ厳しそうですよね。うん、これ誰だっけ、さっきも引いてた気がする、さっきもガチャで引いてた気が、いたい、そう、めっちゃおにぎり食べる、すごいおにぎり食べてますね。魚死んでるし、釣りが好きなんだ。うーん、おにぎりちゃん、なぎちゃん、はい、いいですね。髪の毛に金魚つけてるし、こっちカニだ、よく見てなかった、すごいおにぎりですね、すごい、ワイルド、はい、なぎちゃん覚えよう。じゃあ最後 SR ガチャ券1枚だけ引こうかな。はい、まあ取っとく意味ちょっと分かんないんですけど、ちょっととりあえず、あ
はい、失礼しました。また規制を上げてしまいましたが、気を取り直して一枠だけ開けてきました。結構パツパツです。枠もう広げた方がいいかな。はい、ということでガチャっていきましょう。1枚消費でやっていきます。さあ、まあ SR これはもう確定だからね。もうここからこんな真っ赤っかになる。ここがこう赤くなるとってことが SR 確定。なるほどなるほど。さあ誰かな。お、初登場っぽい。これは緑の髪、あ、え、これあのさ、キャッチャーの子かな。キャッチャーの子じゃない、あのなんだっけ、あの女の子しかいない学校ので出てきた女の子だ。あの忘れちゃった名前。サクセスで女の子、あの女子校になる学校に入部しちゃうやつで、なんかキャッチャーのすごい可愛い柔道やってた子。そう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 。アンパンとカレーが好き。ゴキブリと毛虫。ゴキブリと毛虫は好きな人あんまりいないと思うわ。うん、そう、この子可愛いですよね。こんな感じなんだ。たちめっちゃ可愛い。チカちゃんで合ってるかな。ちはなちゃんかもしれないですね。チカちゃんかな。でも可愛い。いや嬉しいですね。もうこれ読み方どっかで出さないのかな。まあいいか。はい、いやこれ嬉しいですね。あー可愛い。お花飛んでるし。はい、ということでまあこんな感じでしたね。まあ明日がいよいよラストタダガチャの日になるので、これか、はい、ラストになるので、それがちょっと名残惜しい。ちょっとやだな。って感じですが、まあ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 、これからもね、まったりのんびり、まあ今日の動画見ていただければわかると思うんですけれども、まったりのんびりやっていこうと思います。はい。まあちょっと、キャラクター、覚えるのは、ちょっと長い目で見ていただければと、ちょっとずつ覚えていきます。多分女性キャラの方が覚えるの早いと思う。やっぱ髪の毛の色とか、区別しやすいですからね、女性の方が。まあ男性も結構すごい奇抜な髪の毛の人多いけど、はい。ということで、まあまったりやっていくので、よかったら一緒に楽しんでいきましょう。ということで、今回はこの辺でおしまいにしようかなと思います。普段はプロスピエース、プロ野球スピリッツエースの動画をアップしています。ほぼ毎日動画投稿しているので、よかったらチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた見てね。ということで、おつくみ。バイバーイ。